吉本さんね、あれはすごいですよ、最近は。需要がね、あれ、例えばですね、何ね、発電もありますよ、熱量もあるし、それから、サステナブル、ね、航空用燃料、サステナブルアビエーションフィールですね、航空用燃料、これもね、木材が作りますよね。木材ガス化して、合成ガスから FT 合成するとね、あれ、バイオプラスチック。はい、そうでしょ。それとね、資源が足りないんですよ。やっぱり頼りはね、新資源ですよ。やはりそういう形で持続的に新資源を使ってもらえるような形になってほしいと思っておりますし。